車の中は暑いけど、外に出ると寒い。そんな季節ですね。えー、こんにちは。りゅうです。イカ略ラジオ始めたいと思います。いかに暮らしは。<laughs> はい、どうも、こんにちは。えー、りゅうです。えー、今日髪切ってきましたけれども、皆さんどうですかね、12月。 もう2020年も残り3週間ですかね、残すところ、えー、やり残したこととかいろいろとあるんじゃないでしょうか。えー、今日はですね、えー、来年の目標みたいなことをテーマにしようかなと思ってるんですけれども、えー、どうですかね、皆さん、あのー、いろいろと12月に入ってからだったりとか、1月になったら考えようかなとかいろいろと思うと思うんですけど、まあ、自分の方はですね、いろいろと 来年ちょっと楽しい一年にしようかなと思ってまして、いろいろと企画をしております。で、個人的にあのやりたいことっていうのが、えー、教育に関することといいますか、えー、学びの場っていうのをですね、何か自分の方でも作ったりとか、えー、参加したりとかですね、そういう、えー、場を作ってみたいなと思っております。で、まあ,あの、いろいろとね、あの、流すと、えー 話すすと長くなっちゃうんですけどまあの今までやってきた仕事も生かせるし、えー、自分の思うです、ねえー、何かしらへの貢献っていうのがです、ね、そういった活動でできるんじゃないかなと思って、えー、今目下準備中ですでまあ聞こえが悪いですけど受けがよくてですねいろんな人と一緒にこういうことをやりたいねっていう,こうポジティブな、えー、集合体といいますかアイデアが集まってきて 本当にあの楽しみな活動になるんじゃないかなと思っております。えー、自分自身はですね、その、えー、計画の遂行と言いますか、えー、その企画書っていうのをですね、この12月中に何とか書き終えて、でまあ、1月から一気にスタートっていければいいんですけど、まあ、せめて4月ですかね、そういったところから、まあ、学校のイベントみたいなのも合わせて、えー、そういうのもやっていけたらいいかなと思っております。 あとはやっぱりちょっとあのー、やっぱ社会人なのでね、お金の話っていうところにもなっちゃうんですけど、まあ、いろいろと去年、おととし、転職とかもありまして、まあ今、いろいろとお世話にはなってるんですけど、えー、やっぱり今の時代、まあ、副、首都、副と副業と今、いろんなものの副業と言いますか、こう、副業という言葉遊びがですね、流行ってると思うんですけれども、まあ自分自身もですね、個人でやってる仕事っていうのが、 まあ、ありがたいことに、まあ、少しありまして、その部分っていうのをですね、もっと、えー、来年、2025年は、増やしていきたいなと思っております、まあ。ありがたいことに、あの、大きい案件がですね、えー、ちょっとかっこよく案件で言っちゃいましたけど、大きい案件が、えー、この1、2年続いてですね、ありがたいことに、こう、自分の実力以上の、 売り上げといいますか、えー、稼ぎがあったのかなと思ってまして、えー、もう少し堅実なところで、えー、売り上げというのをですね、えー、積み重ねていきたいなと思っております。まあ、あの、本業の方にもつながるんですけど、やっぱりこう、ストックのビジネスっていうのにちょっと憧れてまして、えー、そういった形で作れればなと思ってます。ただ、あの、一発で終わってとかではなくて、関係性からこう、毎月とか、 えー、お願いをしていただけるとかそういった意味での,意味での,あの関係性とのストックっていうのもありますので、えー、そのあたり、えー、いろいろとですね、えー、顔を出すと言いますかあの人見知りなところがすごく自分の中では足を引っ張ってるというかそれを言い訳にしちゃってるところが多いんですけどまあもう少し顔を出していければいいかなと思っております。 まあ、あの、ちょっとですね、自分の話ばかりで、えー、こんな感じになっちゃいましたけれども、えー、ぜひですね、2024年で12月残り、やり残したことっていうのをですね、何度か、えー、やりきっていただいて、えー、12月終えて1月に向かっていければなと思います。まあ、ぜひですね、皆さんの,あの来年の目標っていうのをですね、えー、教えていただければと思っております。 ということでですね、あのー、もう5分ですかね、になりそうなので、この辺りでおしまいにしようかなと思います。今回、あのー、実はですね、マイクを新調しまして、えー、そのテストを兼ねた、えー、録音だったんですけれども、 まあ、あの自分の考えをまとめるっていうのはですね、えー、ブログとか、えーまあ、中学校の頃からブログをやって中高をやって大人になってちょっとやめちゃって最近や、まあ、めたというかやっぱりツイッターのあたりに流れてしまって文章を書く力っていうのがですね弱まったりとか話す言葉話す力っていうのもですね弱まっちゃったりしたのでちょっと今回こういった形で声に残すボイスログ なんか、あの、声ログだったかな。そういうサービスもあってとかは、高校の時のちょっと思い出になっちゃうんで、この辺りの思い出の話はですね、また、どこかでお話しできればと思います。ということで、えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。いか略ということで、い、え、か、ー、略ラジオ終了でございます。また、どこかで。